こんにちは、こんばんは。ゲーム動画の一方です。ブルーアーカイブ、今回はメインストーリーボル2パワーの編始めていきたいと思います。一緒ですよ先生。やっぱりマリーはいいな。なんだこれ。クイック製造ってなんだ。私を見捨てる気はないということか。少し近いですね先生。その距離感と言いますか。さて、あら、まあ厳しいよなこれ。普通にクリアするのは、まあ、やってみよう。行きます。お役に立ちましたら幸いになりました。ブルーバースト、こういうのはいかがでしょう。待つ。ノーミスプレーヒッター。ちょっとやばい。回復確認しました。行きましょう。車ゴーゴー。こういうのはいかがでしょう。もうちょっと待って。
まだな。お仕置きの時間ですよ。進みましょう。タイミングバッチリですね。行ってしまうんだよ。なんで？死んだ。感謝します。ファイヤー。行こう。お役に立ちましたら幸いです。私に任せてくださいませ。こういうのはいかがでしょう。間に合ったみたいですね。まだです。間に合ってなかったみたいですね。あ、ありがとうございます。まあ、農民しか残ってない。嬉しい。後方支援到着しました。なんかおかしいな。なんでこうなるんだ。もう一回やり直そう。全然あの回復が効いてないんだよな。いや、セナはいいんだけどな、アヤネなんだよな。まあ、光栄だったらいいか。コールサイン、バニー04、参ります。誇りと信念を胸に刻み。回復ここでは回復できるんだからね。全力で対応いたし、こういうのはいかがでしょう。しい戦場に救護の手を。行きましょう。ゴーゴー。全力で参ります。お願いします。確保してくださいね。スプリンヒッターを隠れ。行きましょうか。間に合ったみたいですね。これは回復ができるんだ。なんか難しいな、この使い方が。お役に立ちましたら幸いです。ありがとうございます。こういうのはいかがでしょう。移動します。4、4、お願いします。あ、違う。前段発射。間に合ったみたいですね。ありがとうございます。楽になりました。このサムズアップがあればOKなんだ。瞬間まで。違う。お役に立ちました。電話をちょっと出そう。支援感謝します。出動します。全力で参ります。いかがでしょう。全力で対応いたします。間に合ったみたいですね。戦場にキューブの手をお願いします。あった。これこのまま出しどころが肝心だろうな。最高の戦いでした。あ、でも150秒以内にクリアできなかった。同じことをやればいいのか。でもそれこれならいけるだろう。コールサイン、バニー移動します。参ります。なるほど。次はどちらでしょう。どこか倒していった方がいいかもね。登場。お役に立ちました。ありがとうございます。フルバースト。
支援に感謝します。移動します。よいしょ。最後のその瞬間まで。聞いてなかった。ブルーバースト。お役に立ちました。こういうのはいかがでしょう。勝者苦しいですね。あ、死んだ。後方支援到着しました。全力で対応いたします。私に任せなくて。似合うか。お役に立ちました。幸いタイミングバッチリですね。こういうのもいかがでしょう。してくれない。全力で対応いたします。移動します。ぴょんぴょん。私に任せなくて。後方支援到着しました。ありがとうございます。回復してくれない。全力で対応いたします。お役に立ちました。幸いです。こういうのはいかがでしょう。お仕置きの時間ですよ。行きましょう。ゴーゴー。無駄だよ。後方支援到着しました。これで時間が稼げる。ファイヤー。安心だ。お役に立ちました。間に合わなかった。ダメ、間に合わない。嬉しいな。あとは飲みが過ぎられて、まあちょっと力が足りないのかな。もしくは星野を変える必要があるのか。星野相性悪く見えるんだよな。一回戦は S だが、どうだ。爆弾飲むつき。コールサイン、バニーズ、ありがとうございます。参ります。ファイヤー。さあ、いくよ。いつかは使いやすいかもね。後方支援到着しました。楽になりました。回復してくれないんだよな。移動しにくりさせてあげるからね。覚悟してくださいね。グループバースト。お願いします。ゆっくりさせてあげるからね。最後のその瞬間まで。タイミングバッチリですね。お役に立ちましたら幸いです。こういうのはいかがでしょう。びっくりさせてあげるからね。ポップコーンさん、お願いします。グループバースト行きましょう。ゴーゴー。間に合ったみたいですね。してあげるからね。グループバースト。後方支援到着しました。ありがとう。そしてあと2人。びっくりさせくらえ。パン。面白い。お役に立ちましたら幸いです。タイミングバッチリですね。やっぱなんとか勝ったが。じゃじゃーん、勝利勝利。こんなミスも何度かあったな。
しましょう。息吹でバフかけてもいいかもな。指示に従う。前進。こっち。準備完了。こちらが本日の掃除対象でしょうか。無理無理。これは自慢のお料理です。料理の方がいいね。サンキュー。オッケーです。任務の遂行完了。大決戦もオープン。うん、よし。月が。あるんだ。スペシャル枠で。わかりました。前方に多数の敵を確認、対処します。これはどうかな。やっと。じゃあ行こっか。邪魔はさせません。本当です。飛行制限あるからな。広がっているからダメージも上に与えられない。桃屋堂はどこへでも出張販売します。わあ、カチャキが入りなさい。下がってください。ドローン稼働、援護をお願いします。邪魔はさせません。これはどうかな。
願いします。しょうがないな。回か。あとでやろう。いちごミルク。あとは特別依頼かな。40だけど。一応一回だけやってみるか。バニタスバニタートム。あ、オートになっちゃってる。されてます。わからん、全然わからん。
固定に山先生。ここでは先生がスケジュールを決められ、いぶきまで。あのね、いぶきね、先生と一緒にいる。ご丁寧山先生、さまざまな授業や、工房で物ばかり作ってたから。どうしましょう。さらに、何にも注力アップ。ここでは先生がスケジュールを決められます。ここでは先生がスケジュール結構もう一回復習やんったらそんなに意味ないよね。ご丁寧山先生、ここでは先生がスケジュールを決められます。ようこそ先生、今日のご体調はいかがですか。すこぶるいいよ。終了しました。やり残したことはないか確認してください。メリークリスマス、素敵な一日をお過ごしください。こんなに貴重なものまで寄付していただいていいんですか。もうお開きのお時間ですね。お待ちしておりました先生。ボナセットってなんだ。私までワクワクしてきます。あ、そういうことか。皆さんにお待ちしておりました先生。今日も平和な世界。ようこそ先生、今日のご体調はいかがですか。まあいいや、募集しよう。ありますね。正直微妙だな、この辺は。通常募集で。まあ 3% だし、これっていうものはないんで。お、来た。おいってひどいな、アローラに対して。一個だけ。飛ばしますね。さあ、何が来る？新キャラ。うん。誰？あれ？迎えに来てくれたっすか？行ってくれたらこっちから向かったのに。改めまして、トリニティ総合学園正義実現委員会のイチカっす。よろしくっす。なるほど。神妙文字も。出ましたね。お待ちしておりました先生。今日も平和な世界のために一緒。さすがですね。ようこそ先生、今日のご体調はいかがですか。生徒名簿を確認。パワーアップできる生徒厚くよ。どっち、スキルの方か。EX がパワーアップできるのは嬉しい。先生のご期待に応えられるように。ミカはダメダメ。 EX は
で、イチカもとりあえずレベルアップして、そんなことしても別に何も出ないっすよ。あれ、なんで何も装備できない。レベルが上がった。装備する。で、まあとりあえず彼女後回しだな。強化するにしても、光栄っすけど、そのあとご主人様のご期待にお応えできるように洗練されてきました。はい、で、しずこ上げてこう。しずこは先生がしずこのこと大切にしてくれてとっても嬉しいです。にゃんにゃん。うん、私かわいい。どう？私のことをもっと大切に思えるようになった？この力は体調が悪い人たちに分けてあげられたらいいのに。生の力が体の中にあふれて、これで皆さんのことをもっとサポートできますね。数値で感じられる結果というのは人をドキドキさせますね。昨日やる？レベルアップっていつもときめく瞬間だよね。リニアム学園まだな。19。21。お待ちしておりました先生。今日も平和な世界のために一緒に頑張りましょう。猛投稿70まで結構使ったんだけど、また猛投稿も上がりましたね。はい、ではメインストーリー今回行ってみましょう。今回は、時計仕掛けの花のパバーヌ編ですね。こちらをやっていきたいと思います。冒険の始まりということでエピソード入場です。さあ、楽しみですね、パワーの編。
なんだろう、ゲーム開発部、過酷？お、今度は違う場所ですね。双子か。緑はまだ取っていません。プライステーションはやばい。家帰ってプラステやろうぜ。お、アロナの妖精だった。ゆず、前回と全然違いますね。借金地獄だったからな、前エボルワンは。16ビットセンセーション？え、なんでしてんの？ユーカってユーカ？その声は優香かな。会計担当なんだ優香は。そうだよな、海外し嫁おかん、またおなお。懐かしいなあ。かよ、これはゲーム開発部廃部だな。
お、ミニヤマ学園は結果がすべて。テイルズ・サガ・クロニクルはやばすぎやろ、タイトル。まずテイルズがダメ、サガはまあいいや、クロニクルもそれだけ単独だったらいいけど、テイルズはダメだろよくこれ通ったな。賞金？ゲットクリームゾーン。どうだ？うん。ワーストワン。そうだな、リユージだってコンテストに NX をコンテストを受賞したんで、クリエイターの道を歩み始めたんだ。何でしょう。お、切り札通貨続編。すごいな。2週間しかないんかよ、絶対無理。ゲーム開発は2週間ではできないよ。泣きそう。ああ、2人しかいないんだ、それはやばいな。廃墟？あれ？ゲームバイブル？え、なんでなんで？急に廃墟唐突な流れになってる。ここの世界、ロボットだ。
と、見つかっちゃった。怒ってる。二人か。行きましょう。まあ、オートで勝てると思うんだよ。ストーリーモードは基本的にオートに行きます。やばいな、緑がやばい。なんとか勝ったが、結構緑が。ありません。あれ？先生はオッケーってことか。お、よかった。先生有能説。物理。先生持ちでいく。ここに下、あ、そして特トレとはなんだ。
なんだ？え？やばいやばいやばい。あかんあかんあかん。天元が入ってロボなんだ。文字？ALIS アリス L1S か。うん、猫ちゃんの表情が違う。小指の角度が違う。何でしょう。気をつけないと。いや違うのか。お、起きた。なんかチョビッツみたいな世界。まだ彼女持ってないんだよな。連れてきたんか、女の子。ひりもこ。じゃないかな。ということで、モモーイが名前をつけたアリス。名前が付けられました。鑑賞行きましょう。来そう。あ、そういうことか。一人増えるってことだもんな。うん、そうだそうだ。そういえばゆずは何やってんだ。ゆずは家に引きこもってんのか？そうだよな。
プログラムはいるよな。そうだよね。ん？なんだこれは。人がある。お、痩せるんだ。アリスに。めちゃくちゃいい子だな。いい子、ロボットだけど。さあ、スタート。こうがん、あかんあかん、いきなりあかん。え、なんで？いやいやいや、厳しすぎるだろ。もっとユーザーフレンドリーを上げないと。バト、プニプニ。お、すごい。ん？どうなってんだ？おいおいおい！スピードの概念もあるのか。銃持つんかよ、プニプニが。自然すぎだろ。あー、ついに緑、アリスまで混乱してしまった。すごいな、やっぱり機械の学習って。
ん？あ。どうなる？涙が出てくる。オイルの涙か？今度は誰だ？あ、かわいい。これがユズか。のみ行きましょう。どんどん言葉を学んでいきます。これで4人か。もう一人揃えないといけないんじゃないかな。5人は欲しいかな。ゲーム開発部、確かに。セレナの伝説やばいな。ロマンシングサガ、いいな。オーガバトル、テレビをブラウン管っていうのは凝ってんな。そして朝、ゲームの中のあれか。そうか、ミレニアム学園だったよな、そういや。生徒か。ビータスが、ビータスってなんだっけ。本当にね、出し方をマスターできたか。そう、武器なんだよな、この世界は。ミレニアム学園を紹介。行きましょう。
ポトス。なんでなんだろうな。エンジアブ。マイスター。歌肌ミジヤブだからな。歌肌大会系見えるけど、響き自分の世界。え、Bluetooth はそのまんまだ。もうすんの。中で押すのは。なんだろう。お。小鳥だ。説明や解説が必要なら、いいね。ミレニアムサイエンススクールのデザインって、レールガンなんだ。どうも。お、スーパーノバ。光よ、光よ、光の剣。これが光の剣なのか。これも
疲れよ。え、何が起こるんだ。なんか敵が来るんだ。行きましょう。勝利へのシナリオが見える。前進を続けます。これが光の剣か。農民負けない武器だな。行きましょう。第8話か。基本的に10話までやろうと思ってます。10話あって11話かな。
行きましょう。どうしよう、再開。北条ドラキュラ。うん。本当だ。おお、なんと処理 BGM。 え、どういうこと？ああ、卒業するからか。
うん、そうそうだ。勝利へのシナリオが。最後ですね。
あ